ラトルズ SC は埼玉県鞘山市をホームタウンとして活動する社会人サッカークラブである。1968年10月東京オリンピックメキシコシティオリンピックをきっかけに到来したサッカーブームに乗じて現クラブ代表の佐藤義夫を含む十数名によってとにかくサッカーを楽しんでうまい酒を飲む。おコンセプトにラトルズサッカークラブとして創設。 直後に発足した、鞘山市サッカー連盟に加盟、鞘山市社会人、サッカーリーグ一部に参加する。1998年、より地域性をアピールするために、クラブ名を、鞘山ラトルズサッカークラブへ解消する。以降、リーグ戦やカップ戦でも好成績を収めるなど徐々に、クラブ力が強化されていくも、なかなか、埼玉県社会人、サッカーリーグ昇格は果たせなかったが、 2000年、鞘山市社会人、サッカーリーグ1部を制し、2001年よりスタートした、埼玉県社会人、サッカーリーグ3部に、ようやく昇格した。埼玉県社会人、サッカーリーグ2部昇格を目指して臨んだ2001年だが、FC 西部大などの上位陣にことごとく敗れ5位に、終わり、今年こそはと臨んだ2002年も、前年同様上位陣に敗戦を重ね7位に終わる。 そして過去2年の屈辱を胸に臨んだ2003年、リーグ終盤までに2位以上をキープし、最終節を迎える時点で首位に立つ。しかし、2位坂戸して FC との直接対決に敗れ2位となり、ヨノリバティとの2部昇格決定戦に臨むことになったが、これを3から1で勝利し、埼玉県社会人、サッカーリーグ2部昇格を果たした。 初参戦の埼玉県社会人、サッカーリーグ2部だったが、シーズン前半の7試合で稼いだ勝ち点はわずか2。それでも、シーズン後半は立て直して、勝ち点15を稼いだが、前半の不振が響き、わずか1年で、初参戦の埼玉県社会人、サッカーリーグ2部から降格した。1年での埼玉県社会人、サッカーリーグ2部復帰を目指した2005年、 この年もリーグ2位となり、KF ラフォージャとの2部昇格決定戦に臨む。しかし、気合が空回りして2から3で敗戦。1年での2部復帰はならなかったが、翌2006年、開幕戦から一度も、首位を譲らず、2年ぶりに、埼玉県社会人、サッカーリーグ2部へ復帰した。埼玉県社会人、サッカーリーグ1部昇格を目標に臨んだ2008年。 開幕4連勝を含む6勝を挙げ、上場の滑り出しを決めたが、シーズン後半は不安定な試合運びが目立ち、4位に終わる。今度こそと望んだ2009年は絶好調だった前年とは打って変わって、開幕5試合でわずか1勝しか挙げられなかった。その後何とか立て直すも、最後までこれが響き、この年も4位に終わり、2年連続で埼玉県社会人、 サッカーリーグ一部昇格はならなかった。しかし、2010年、この年は過去2年とは違い、1年を通して好調だった。前半9試合を全勝で突破し、後半戦も6勝3敗の成績で優勝、初の埼玉県社会人、サッカーリーグ一部昇格を決めた。また、全国クラブチームサッカー選手権大会にも初出場を果たした。結果は2回戦敗退。 埼玉県社会人、サッカーリーグ一部初参戦の2011年、リーグ序盤戦5試合で、わずか勝ち点1と大苦戦を強いられるも、第6節以降は4勝2敗の成績で巻き返し7位で、フィニッシュし、埼玉県社会人、サッカーリーグ一部残留を決め、以降4年間一部リーグに在籍していた。しかし2014年、同年に設立した、ラトルズオービーラを中心にした。 セカンドチーム、鞘山ラトルズナイトクラブにおいて、トップチームの選手を、セカンドチームに二重登録したため、8月17日以降の試合をすべて無効試合とされ、さらに、埼玉県社会人、サッカーリーグ3部へ、強制降格処分が下った。強制降格した3部での戦いとなった2015年、シーズン序盤こそ、コースタートを切ったが、中盤の取りこぼしが響き、 一年での埼玉県社会人、サッカーリーグ2部復帰はならなかった。翌2016年も序盤のつまずきが響き、この年も埼玉県社会人、サッカーリーグ2部昇格はならなかった。クラブ名のラトルズとは、英語のガタガタなるや、ベラベラ喋るといった意味のラトルの複数型で、創立時のメンバーが創造しい人ばかりだったことに由来している。 クラブカラーのグリーンは、ラトルズのホームタウンである、鞘山市の特産物、鞘山茶を、レッドは、鞘山市の花であるツ,ツジを表している。なお、カラーバランスの観点から、本来のツ,ツジの色よりも、若干濃い赤となっている。勝ち点2が剥奪されている。トップチームの選手を、セカンドチームに二重登録したため、8月17日以降の試合を全て無効試合とされ、 埼玉県社会人、サッカーリーグ3部へ、強制降格。ありがとうございます。